ある方から相談をいただきまして、上司の方に本音で語ろうってこうミーティングをみんなでして、ちょっと普段は言わないのようなこの本音でみんなでこう話し合ってみたら、まあなんかこう普段は言わないネガティブがたくさん出て、結構こう場がぐちゃぐちゃになってしまったと。で回収できなくて、なんかその後の雰囲気も微妙になったね。本音で語ろうみたいな言葉ってよくありますよね。特にこう何わ節の人情家の上司とかが、お前らもっともっと心開いて本音で喋ろうやって言ったりするわけですけど、私ちょっとね、本音って結構危険な単語だとも思っていて、結構ね、本音という言葉がこう広く使われすぎてるんですよね。普段は言わないような、言っちゃいけないようなネガティブなこともこの場だから言ってしまえってなってることが非常に多いんですけど、本音ってそういうことみたいなね、うん、でだってそれを言った結果、みんなでこうね、例えばミーティングだとしても目的を達成できないってことあるわけですよね。会社としてここに行きたいはずなのに、なんか普段は言わない本音、ね、パンドラの箱を開けてしまって、あの人って私のことそう思ってたんだとか、なんか本音ってもっとプラスのこと出てくると思ったのに、そんなネガティブなこといっぱい出てくるんだっつって、あいつってそんなネガティブだったんだって、まさにその人のなんか見ちゃいけないとこ見ちゃったりとか、その人のなんか普段言わなそうなことをわざわざ言わせてみるみたいな、でこういう場だからあえて言いますけどみたいな、普段この言った方の人だってこんぐらいしか思ってないちっちゃいネガティブをあえて口にしてみたら、みんなの雰囲気が微妙になるみたいなね、これって本当に本音だろうかっていう話ですよね。まさに本音でもし語り合うんであれば、目的をちゃんと明確にして、ここに行くために普段はちょっと言わないような改善点とかもぜひ今日は明るく言ってみようやって、ちゃんとルール決めておかないといけないですよね。でもしちょっとネガティブな発言してもみんなでいいねって全承認していこうねっていう感じのルール決めておかないと、みんなが言いたいことを言っちゃって、絶対普段は言わないようなこともなんか今日こういう場だからじゃあ言っちゃおうかなとかね、別に大して気にはしてないけどこういう場だからじゃあちょっともうついでだから言っちゃおうみたいなことだってあるかもしれないですよね。そうだから本音で語るのは結構リスクがあります。本音っていい言葉なんですよ。なんか本音で喋ろうやってなんかプラスな言葉で言われることが多いんですけど、私はあえて言います。本音っているって、私本音で全然喋ってないですよ。そういう意味では本音って、わかんない、いろんな本音があると思うんですよ。こうやってカメラの前で、ね、みんなに向かって希望を届けたい、勇気届けたいって絶対本音ですよね。でも、今日は眠いから家で寝ていたかったっていう自分だっているかもしれないし、今日はな、せっかく息子たち休みだからな、なんかな、これ撮影じゃなくて、友達、なんか、息子たちと水族館動物園行きたかったなって、自分の本音だってあるかもしれないじゃないですか。けど、それを僕が、ね、この本音1、本音2の、この本音2の方を、わざわざカメラの前で喋ったりしたら、この人何なのって話になりますよね。自分の中に本当の自分が何人もいるのと一緒、ね、そうプラスの自分もネガティブな自分もいる、ね、希望のヒロもいれば、なんかこう何サボりヒロもいたりとか、もう何寝ぼすけヒロもいるかもしれないし、もうサボりたあのなんだ逃げたがりヒロだってひょっとしたらいるかもしれないじゃないですか。自分の中にも本当の自分って何人もいます。そういう意味では本音っていうのだっていくつもいくつもあるわけですから、その中でもなんか普段言わないようなネガティブなことをあえて言う必要があるんだろうかっていう、そこを人は結構本音で語ろうって言ってることが多いので、リーダーが本音なんかで喋り始めたら結構部下ぐちゃぐちゃになりますよ。なんかミーティングの場面で、よしじゃあ俺が今日本音言うぞ、実はな俺お前のことこう思ってた、お前もっとこうすべきだ、いつもあんなに褒めてくれてると思ってたのにそんな風に思われてたんだ、だったらこれぐちゃぐちゃになるじゃないですか。けどリーダーの中にもいろんな本音はあるけど、その特にプラスの部分の本音を承認として使いこなしていった方がよっぽどいいんですよね。なんか本音ってすごく広い意味で使われすぎちゃってるなと、ね、自分の中にあるいろんな音を全部本音であるはずなのに、なんか普段言わないような普段開けちゃいけないパンドラの箱こそなんか本音って言ってる人がすごく多いなと思ってて、そんなもん開けたら絶対ぐちゃぐちゃになりますよ。で社長が本音なんか言い出したらえらいことになりますよね。普段言わないような本音よ。だって社長って世のため人のため社会のためにって絶対言ってなきゃいけないですよね。でもこの例えばまあ売上と利益があればいいかなとかね、まあ前ね、例えば社長がそう前年対比今年は 110% を目指せって言ってやってても、本音は
まあ別に去年と 101% でもいいんだけどねって、そんな税金いっぱい払ってもあれだしって思ってる社長っているかもしれないじゃないですか。けど社長は名目としてね、みんなの気持ちを上げるために今年は 110% 目指すぞってやることも大事なわけであって、そんなね開けちゃいけないパンドラの箱をいちいち開ける必要もないんですよね。本音ってそんないるかって思ってますよ。例えばね、講演家なんて絶対ステージの上で本音喋ってないですよね。綺麗なことしか言ってないですよ。そう、でもそれも本音なんですよね。絶対に自分がいつも思ってることであり、自分が願ってることであり、自分の志なわけですよね。そうで、例えば部下だって本音いっぱいあるわけですよ。うん、けど普段言わないようなネガティブなこと、いや本当は辞めたいんですとかみんなが言い出したら、これ会社立ち行かなくなりますよ。だからリーダーは本音じゃなくて志を語れって僕いつも言ってるんですけど、本音じゃなくて目的を語れと、志を語るんだ、それこそリーダーの役割ですよね。そう、本音っていう、なんか普段言わないちっちゃいネガティブなところでは、いやまあとにかく今年1年なんとか会社が持ってくれたらいいかな、でそれが毎年続いていったらいいかな、売上も伸びていってなんとか税金も払えたらいいかなっていうぐらいではエネルギーが上がらないので、やっぱりリーダーは、ね、これも本音ですよ。いつも思ってる志、何のためにこの事業をやるんだと、何のためにこのプロジェクトをやってるんだ、この仕事を一人一人が何のためにやるんだろうっていうところをしっかり語れるようになったら、ね、まさにリーダーはビジョンですよね。ここ語れるようになるとみんなの雰囲気が変わります。うん、ちみちみネガティブな本音なんかフィードバックで、ね、出し合ってたら全然雰囲気上がらないわけであって、うん、本音いりませんっていうか全部本音です。うん、世間一般で使われてるところの本音はいりませんと僕は思ってます。うん、そのまさに重箱の隅をつつくようなパンドラの箱をわざわざ開けさせる必要もない。うん、どんな人間だってプラスの自分もいればマイナスの自分もいる、プラスの考え方もあればマイナスの考え方もいる。できればリーダーはこのプラスの部分に光を当てていきたいし、プラスの部分でまだ開けてない箱を開けさせてあげたいわけですよね。こんなに可能性があるよっていうとこ、うん、そこを本音って言えばいいんだよね、みんな。うん、間違ってます。以上いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録していただくと、日本を元気にしたい、日本中復活したいっていうね、私のメッセージがまた日本全国に届いていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。